はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。5キロジョギングをしてきました、これからウォークモードを解除していこうと思います。ということでですね、早速ウォークモード、まずロックの方を解除していきます。はい、それではですね、ウォークモードの方を解除していきます。いろんなね、あの地図を、周回しておりました。でですね、今回はですね、ちょっとウォークモードは、5キロのね、ジョギングが終わった後にですね、ウォーカーズスキルがですね、使用できる状態にもなりましたので、五感町名でですね、自転車でちょっとぐるっと20分間回ってきたというのもあります。はい、というわけでですね、まあ、普通に5キロジョギングよりもですね、もうちょっと、はい、周回というか、そういうのをしております。ということで行きます。はい。ということで、倒したモンスター376匹で、手に入れた心が30個ですね。はい。結構ありますね。はい。で、まあ、神田盗賊団ですかね。こちらも A の心があります。まあ、8個ね、ゲットできました。はい。で、スカウト結果はこんな感じですね。まあ、ちょっと、こっちはちょっと物足りない感じですね。はい。このブチスライムがですね、はい、ライレインでしたけれど、まあこれ輝く息なら、まあ大当たりなんですけど、まあ残念ながらそうじゃなかったですね。あとは、蝶のホークブリザードがいたんで、一応、はい、鍵かけておきます。はい、ということでですね、ちょっとアルクンデス W をですね、見ていきたいと思います。こちらなんですけれど、はい、9426歩、はい、動きました。結構移動しましたね。あとはですね、モンスター牧場をちょっと見ておきたいんですけれど、はい、訓練場の方が、キラーパンサーを6匹入れといてですね、レベル37まで上がりました。あとですね、卵の方、もうすぐ孵化しそうなんですよね。90歩ですよね。はい。もうすぐ孵化しますよね。はい。ちょっと、せっかくなら、この動画内で孵化させたかったんですけど、ちょっと、一応、ちょっと進捗の方、お伝えしたいと思います。こちらなんですけど、これですね、メダルの書ですね。ほとんど金メダルになりました。あとは、神田田盗賊団とメタルスライムだけですね。はい。メタルスライムは、はい。あとはゴールドメダルだけですかね。はい。で、神田田盗賊団の方は、まあこんな感じで、銅メダルが3枚で銀メダルが1枚ですね。銅メダル5枚揃わなくても銀メダルゲットできるんですね。はい。というわけで、まあ少し苦戦をしております。はい、神田盗賊団のところですね。はい。ここだけなかなか揃わないですね。で、あとですね、ちょっと心グレードアップ画面で、神田盗賊団の心が、まあ結構揃ってきたんですけど、まだ S4 つにはならないですね。はい。マタンゴはね、ゴールドメダルで S が1個だけ、あります。はい、まあちょっとこれはね、確定スポットとか回って、はい、心集めしようかなと思います。神田田盗賊団は、どこかというと、あ、ちなみにですね、ご当地地図のモンスター、5種類いましたけど、一応 S1 個以上ね、すべて持っております。レパルドですね。たまにキナリスから赤い心で、イボイノスが、はい、黄色い心、ごく稀にいきなりバイシオンで、アウルートが紫の心、稀にいきなりマジックブースト、はい、呪文の威力上がるやつですね。あとはイデアラゴン、これが一番苦労したでしたね。ごく稀にいきなり守りの盾、緑の心。そして、ブラッドナイトですね。たまにいきなりピオラという青い心です。はい。神田田盗賊団の心が、ちょっと探してるんですけど、あれ、そんなコスト高くなかったんですかね。ちょっと下の方に行きますが、はい、神田田盗賊団の心、今回ね、ジョギングで10個手に入れたの結構目立つと思いますけど、はい、ちょっと未だにですね、S がまだありませんということで、ちょっとグレードアップしておきましょうか。はい。はい、まあ、とりあえず B まで、グレードアップすることに、します。はい。
とりあえず、これはこれでいいの？これは無理か。はい。そういうことで、まあ、結構心はあるかなと思いきや、はい。まだ S、多分 S1 個もできないですよね。これ、A5 個必要なんで、結構大変かもしれないですね。この神田盗賊団の心を集める。はい。いうことで、とりあえずこんな感じですかね。まあちなみに、本編の方はですね、レベルがカンストしておりまして、メタルキングコインも10枚、すでにあります。はい。ということで、これですね。はい。あとは、メタルキングコインもね、こちら受け取れないんですよね。はい。使えないんで、はい。すでに10枚ありますので、その、イベント、ミッション報酬のところあるんですけど、受け取れない状態です。で、すでに5枚ゲットできるようにはなっております。まあ、ゲットできないんですけど、はい。まあまあ、とりあえずこんな感じですね、はい。あとは、導きのかけらがもしかして、膨れ上がってる感じですね、はい。5500を超えました。もう上限6000なんでね、導きのかけろということで、ちょっと、そうですね、マイレージもちょっと見ときましょうか。はい。マイレージが1万超えましたということで、はい。ということでですね、このキラーパンサーの、卵をちょっと孵化させたいので、ちょっと、はい。少し外出してきます。ちょっとまた戻ります。はい、ちょっと廊下を移動してですね、歩数を稼いできました。というわけでキラーパンサーの卵を2つ孵化します。やっぱね、そろそろ極みの一匹狼とか欲しいですね。はい、ちょっと未だにないんですよね。はい、U ですね。はい、はい、極みではなく、はい、U でしたね。はい、ということで、まあちょっとね、なかなか、キラーパンサーの卵も、ちょっとね、大変な感じですね。ということで、とりあえず、まあまあ、こうしと、この、残り8000歩のキラーパンサーを、入れておくことにします。はい、ということでですね、とりあえず、今回は、まあ、週に2回の、ジョギングした後のウォークモード解除でございました。とりあえずね、このイベントの、こちらですね。まあメダルの書は多分時間が、まあ経過すれば多分ここはね、コンプリートできると思います。ちょっと神田田盗賊団はね、ちょっと苦労しますね。心の S4 つ集めるのが少し苦労しそうな感じではありますけど。まあ少しずつね、やっていきたいと思います。はい、そんな感じで今回は終わろうと思います。ではまた、おつ！